クボードは Google が開発した Android よび iOS 端末向けの仮想キーボードアプリ。2016年5月に iOS で初めてリリースされ、続いて2016年12月に Android でもリリースされた。2016年5月最初に iOS 版がリリースされ、続いて2016年12月に Android でも Google キーボードアプリのメジャーアップデートという形でリリースされた。Google は Google 検索による検索予測を含む Web 検索機能や文脈に応じて次の単語を提案する予測変換、絵文字入力や共有機能を備え多言語入力をサポートしている。Google キーボードからのアップデートで顔文字、ダークテーマ、キーボードの背景画像の追加、音声検索、 予測変換、手書き認識での絵文字入力などの追加機能が追加された。iOS でのリリース時、キーボードは英語のみがサポートされており、その後、数ヶ月で徐々に言語が追加され、Android 版リリース時には100以上の言語をサポートするようになった。2018年8月、グボードは Google Play Store で10億回インストールされ、 最も人気のある Android アプリの一つとなった。なお、この調査は Google プレイによるものでユーザーによるダウンロードのほか端末へのプリインストールが含まれる。クボードは仮想キーボードアプリとして Google 検索による検索予測を含む Web 検索機能と絵文字入力、文脈に応じて次の単語を提案する予測変換を備えている。 iOS 版での2016年5月のリリースでは、グボードは英語のみをサポートしていたが、Android 版リリース時には100以上の言語をサポートするようになっていた。Google は、グボードは今後数ヶ月でさらに多くの言語を追加すると発表。2019年10月時点で916の言語がサポートされている。グボード内にはフローティングキーボードと Google 翻訳を備えている。 2016年5月のアップデート後、グボードは Android で片手モードをサポートするようになった。この機能は Google キーボード時代にも追加されていたものである。2016年8月にリリースされた iOS 版のアップデートでは、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語が追加され、ユーザーによって入力されたテキストに関連する。 GIF 画像の挿入を提案する GIF メニューも追加された。また、ダークテーマの新しいオプションを提供したり、キーボードの背景としてカメラロールから画像を追加したりすることができるようになった。2018年3月の別の新しいアップデートでは、音声入力のサポートに加え、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、ギリシャ語、ポーランド語、 ルーマニア語、バローチ語、スウェーデン語、カタロニア語、ハンガリー語、マレー語、ロシア語、ラテンアメリカのスペイン語、トルコ語が追加された。なお、音声入力ではユーザーがスペースバーの上のマイクボタンを長押しして話す方式になった。2017年4月、Google はクボードでサポートされるインドの言語の数を大幅に増やし、11の新しい言語を追加。 サポートされるインドの言語の総数を22にまで増やした。2017年6月には Android 版で手書き認識の絵文字入力と単一の単語ではなくフレーズ全体を予測する機能をサポートするよう更新された。この機能は後に iOS 版でも組み込まれる予定。オフラインでの音声認識機能は2019年3月に追加された。 2020年2月12日、新機能、絵文字キッチンが導入され、ユーザーが様々な絵文字をマッシュアップしてメッセージに添付して使用できるようになった。グボードには日本語キーボードとして Google 日本語入力が組み込まれている。ただしスタンドアロン版の Google 日本語入力とは別物であり、Android では両者の共存が可能である。経緯2016年、米日韓新聞。 ウォールストリートジャーナルはキーボード、特に統合された Google 検索機能を高く評価した。ただし、アプリは現在、デバイス上の他のアプリとの統合をサポートしていないことが分かった。つまり、映画、キャプテンアメリカのチケットを購入などのユーザーからのリクエストはスマートフォンにインストールされている映画チケットの予約アプリではなく、ウェブブラウザに送られる。 また、ウォールストリートジャーナルは予測変換エンジンを称賛し、ほとんどの競合他社を打ちまかし、使用するたびに賢くなると評価した。それからグボードが単語を入力するときに、絵文字を巧みに提案するとも指摘している。ただ、片手モード及びキーの配色やサイズを変更するオプションが欠如し、キーボードをカスタマイズしたい場合に、グボードはおすすめできないと論じた。 ありがとうございます。